全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。妻が帰ってきません。いつもなら夜の7時半に帰ってくるのですが、帰ってきません。しかもスマホを家に置きっぱなしです。いつもはスマホ肌身離さず持ち歩いている妻ですが、今日に限ってなぜか家に置きっぱなしです。妻と連絡が取れません。妻には洗濯を回すときは事前に連絡してねときつく言われていたため、勝手に洗濯機を回すことができません。また料理も作ることができません。以前妻が帰ってくるのが遅いからパスタでも作って喜ばせようと勝手に料理を作って待っていました。すると妻がありがとう、嬉しいと言ってくれたのですが、加えてできればメニューを変更する場合は事前に教えてくれると嬉しいな、考えていた献立を変更しないといけないからとやんわりと注意を受けました。そんなことがあり、妻に事前に連絡をしないと晩ご飯を作ることができません。妻とは連絡が取れない。でも妻の帰りが遅い。遅いということは帰ってから晩ご飯を作るのは妻にはかなりの負担になる。それは避けたい。でも連絡が取れない。そんな状況ですと動くに動けません。ただ時間の経過だけを待つしかないのです。夜の8時半になっても一向に帰ってきません。いつもなら遅くても8時には帰ってくるのです。もしかして事故に遭ったのかな。不安が出てきます。またこのまま何もせずに過ごすのも妻に申し訳ないという気持ちもあり、怒られてもいいから料理洗濯をやろうと思い立ちました。料理といっても何もできませんので、冷蔵庫にあった手羽元を焼きました。おそらく妻が今晩のおかずに手羽元を作ろうと思っていたのだと思います。ご飯を急速で炊いてお味噌汁を作りました。同時に洗濯も回します。あれやこれやで9時半になった時、ガチャッとドアが開く音がしました。妻が帰ってきました。妻がごめん、友達と話していたから遅くなった、ご飯これから作るねと言いながら部屋に入ってきました。私はお帰り心配したよ、ごめんね、洗濯と料理しちゃったよと恐る恐る伝えました。怒られることを覚悟しながら恐る恐る妻の顔を見ると、妻はにこやかに笑っています。妻は助かる、ありがとう、疲れている時にごめんねと言ってくれたのです。怒られることを覚悟していたのですが、まさか褒められました。予想していたことって意外に起きないってことありますよね。それは障害年金も同じことが言えます。私って症状が軽いと思うから障害年金をもらえないかもしれない。障害年金って入院しないともらえないから私は無理だわ、などと自分は障害年金をもらえないと思い込んで諦めてしまっていることはありませんか？そんなことはありません。症状が軽いと思っていても他の人から見たらとても症状が重いかもしれません。また障害年金は入院していなくてももらえます。いろいろな不安があって何も動けないということはありませんか？まずは第一歩を踏み出すことが大切です。その一歩として、どうぞ私たち全国障害年金パートナーズにご連絡をください。あなたの不安を解消します。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。